セリフを叩き込む。100日後の舞台でチケット100枚売る男。今日はセリフを覚える日にしました。そろそろ稽古が始まるんですけど、なるべく稽古中は台本を持たず両手を開けておきたいので、優先してセリフを覚えることにしてます。セリフ覚えは集中して時間をかけたいので、日中と夜とでとにかくひたすら覚えることに徹しています。そろそろ始まる稽古が楽しみだ。チケットの購入ページ、購入方法はプロフィールのハイライトから。次回、胸の筋トレ。